南の国鹿児島ではポケモンと呼ばれるたくさんの精霊たちが人々と共に暮らしていた。山が燃え鳥が舞い雲は流れ波はしぶく剣を心に歩む道たぎる薩摩の風が吹く薩摩剣士薩摩剣士アンサーはユーマ。この地を守りし者よ、その姿を表したまえ。おやめなさい。この地を守るのは古の神。みだりに呼び出しては、うるさい、どけ、危ない。ズンズン、何をするんだコンコン。何あれ。イッシーだがね。今何だ、怖い。イッシーよ、うっさい。イッシーが出てるよ、ほら。これがこの地を守りし者、いにしえの神の姿。かわいい。え？いっしー？いっしー？お前、いっしーっていうのか。いっしー？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 なんだよ。いっしー？いっしー？やめろよ。くすぐったい。水神様に気に入られるなんて、きっと澄んだ心の持ち主なのでしょう。うるさい、黙れ黙れ。照れてやんの。照れてない。照れてるかね。照れてない。照れてるって。照れてない。何をしておる、コンコン。いや、野戦坊様。そなたの役目、忘れたわけではあるまいな。何をする気だ、野戦坊。ならば教えてやろう。狐一族の怨念の力で一心を暴れさせ、鹿児
本魔人どもを恐怖のどん底へ叩き落としてやるのじゃ。やれコンコン。はい。狐一族の悲願を果たすのじゃ。やめろコンコン。やめるのですコンコン。邪魔はさせぬ。くぐり狐衆、出会え出会え。お姉さんたち早く逃げて。はい。吉野狐一族に伝わる神器幻魔教養、我が一族に蓄えし怨念の力、今こそ解き放て。マッキレコンソアカ、西への神に大いなる怒りの力を与えよ。幻魔教で石を操り、イブスキの町を恐怖に陥れるのじゃ。野戦坊様、すべての狐一族の願いがそなたにかかっておるぞ。みんなの願い。この音は、山が燃え、鳥が舞い、雲は流れ、波はしぶく、剣を心に歩む道、たぎる薩摩の風が吹く、薩摩剣士ハヤト。ハヤト、決まるよ。ああ。お。ツンツンドン、おまんさないキャンセ。わかった。えい。待て。た。と。えい。おのれ薩摩剣士ハヤト。邪魔をしおって。やっせん坊様。
我らにもあの怨念の力を。再び我らを暗黒狐衆に。待ちゃせ、くぐり狐どん。そん力は一矢をも操るほどの力じゃ。この前のものとは比べ物にならぬ。そなたらでは耐えきれぬぞ。今の我らの力では隼人を倒せませぬ。危険は覚悟の上。ならばよかろう。現馬月光刀。この恨みの力存分に振るうがよい。最後の作戦の準備に入る。あとは任せたぞ。無人剣十字丸。怒りの力解き放ちたまえ。うっかれこん、そうか！ここは、いっくん。わたし、しーちゃん。池田くへ、ようこそ。あ、石井だ！待てー！石井！待てー！
コンコンよ。野戦坊様、今そなたらの姿は幻魔鏡を通して海の国に届いておるぞ。キツネ一族のみんなに。故郷の仲間たちが待ち望んだカゴン魔人どもの泣き叫ぶ姿、存分に見せてやるがよい。お父さん、お母さんにも。そうじゃ、そなたの成長した姿、たくましき勇姿、両親もさぞ喜ぶであろう。心してかかれよ。僕は憎きカゴン魔人どもへ復讐するのじゃ。カゴン魔人を倒せ。カゴン魔を滅ぼせ。一族の望みを果たしてくれた。さすが我らの息子だ。ええ、なのになぜかしら、あの悲しそうな目。コンコン。そげな力で剣を振るえば魂を闇に飲まるど。つつきやんせ。それじゃあ心も体も持たんど。孫爪は ついてきやんせ。